週末公開のおすすめ映画をご紹介。クランクインウィークリーピックアップムービー。今回のナレーションを務めます、声優の金沢舞です。イラストを描くのが好きで、最近は趣味で本を作ったりしています。それでは8月19日公開のおすすめ映画をピックアップしていきましょう。まずは橋本環奈主演、バイオレンスアクション。ゆるふわボブの専門学生 K の目標は日照簿記検定2級合格。ゆるふわ女子の過激な日常、それはナンバーワン指名の超凄腕ヒットガール。君殺し屋だった。数多くのアクションシーンにコメディ要素も盛り込まれ、見どころ満載です。続いてはソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズ。日本初の人気キャラクター、大ヒットを記録したソニック・ザ・ムービーの続編。お前やるな。ソニック、あなた一人で立ち向かうのは無理よ。新たな仲間テイルスと最強タッグを結成し、銀河一危険の戦士ナックルズとの対決に挑む。来たぞ、運命の時が。グータッチだ、チームとして。日本語吹き替え版は前作に続き中川大志、山寺宏一、そしてドリームズカムトゥルーの中村雅人が声優に初挑戦をしています。一つ忘れてるぜ、止められないだ。劇場版鶴音、始まりの一社。弓道部に戻って弓を引いて、あの鶴音からつながってるような気がする。京都アニメーションが送る大人気アニメ鶴音、待望の劇場版。弓に魅せられ、弓に惑う若者たち、その音から全てが始まる。どうしてこんなに怖いんだろう。弓道を通し成長していく高校生鳴宮湊人と師匠である滝川雅樹の葛藤を描く。大丈夫だよ、湊がきっと。彼らがたどり着く先で見たものは、弓道の試合シーンの迫力はぜひ劇場で体感してください。俺はもう揺るがない。最後は桃色クローバー Z、 アイドルの向こう側特別上映版。人気ガールズユニット桃色クローバー Z の本音が語られたドキュメンタリー映画。結婚とかが現実的な年齢になってきて、桃黒の今に迫り、人生観や将来などについて赤裸々に語る彼女たちの姿はファンならずとも必見です。笑顔の天下を取りたいって。クランクインウィークリーピックアップムービーは毎週月曜日に配信。おすすめの映画を毎週紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。